じゃあ、それもです。しあみちゃん。イエーイ。まきちゃん。こんにちは。今回はトマトをですね、やってきたしあみちゃんにですね、経験を聞こうと思ってやってきました。よろしくお願いします。ということでやっていきます。僕ら今アップルのシーズンやっております。でアップルの動画はまた別で流すとして、今回はトマトを聞いていこうと思うんですけども、はい、トマト時期はいつからですか？聞いた話では11月から準備が始まって、うん、ピッキングが1月ぐらいからかな。ピッキングですか？私は3月半ばから来てもうすぐ2日後に始まって、めっちゃいいんですよ。めっちゃラッキーでした。ドニーブルックはオーナー次第、オーナーがあなたはここのファームに行って、あなたはここのファームに行ってって振り分けるから絶対とは限らない。トマトは長くって最初からいればそこのファームだけで88日カットできちゃう。へえ。1月はまだ全然実がなってないから仕事入ったり休みだって仕事入ったり、あ一番のシーズンは3月の半ば。3月中旬に来ちゃ遅すぎるってことだよね。そう、私は3月中旬に来て最初は順調に休みなしで17日間ずっと働いて、そこからウェイティングが5日とか。なるほど。だから1月から来てた方がいい。17連勤。これはやばいです。そこからが暇でした。てか1月から3月はオーストラリアでいう夏じゃないですか、言うて、うん、どう、ね、日中の時とか。あもう暑いのは暑いんだけど、トマトは6人掛けの椅子がついてる機械に乗ってこう動きながらピッキングする、うん、だからもう全く私たちは動かなくて、座った状態でただピッキングして入れていく。なるほど。そう、なおかつ上に屋根がついてるから日が、そう、いい、日が当たらない。腰とかは？腰もやられない。こんなんなんの？いちごみたいになんない。で次なんですけども、はい、あの1日の流れ、はい、朝何時に起きるのか。朝は5時半に早い起きる。で7時から6時まで、うん、11時間。で1時間休憩。あそうか、10時間労働。お金は稼げるね。かなり稼げる。マニ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 タイムですね。マニマニタイムでございます。7連勤のうちの14日間マックスで働いてるからマックスお金が入ってくる。2700ドル。うわ、えぐ。実際ね、僕ら今もアップルを一緒に仕事してて、アップルは結構重労働じゃないですか、言うて。かなり重労働で、ラダーも乗らなきゃいけないから、まあ、違う動画で出すんですけども、うん、どうですか、アップルとトマト比べてどっちがおすすめですか？女性の視点で言ったらもうトマト。完全にトマト。トマト、もう絶対トマト。ジャパネット、ジャパネット。トマトの方、そのトマト作業とかファーム作業についての、そのアドバイスとかありますか？シェアできます。もうトマトは本当に汚れるから、うん、他のファームと比べてもうマジで、うん、もう緑色のなんか、うん、すっごい汚れるから、うん、もう必ずいるって思ったのはビニール製の上着、こういう感じ。あ、こういう感じ。そう、ビニール製の。もう捨ててもいい感じだね。まあまあ、うん、あとマスク、砂とかも舞うから、マスクはこっちで買えないか日本で買ってった方が。あと手がめっちゃ黒くなるから、もう手袋2枚重ね。靴は普通に長靴とかじゃなくて、もう全然普通の靴で大丈夫。ああ、ね、うん、音楽とか聞けんの？ダメってなってるけど、あ、だから携帯もすっごい汚れるから、うん、なんかジップロックとかに携帯を入れてた。なるなるなる、うん、ありがとうございました。最後の決めポーズどうしようか。じゃあドニー、ドニー、ドニーな、ちなみになんでここにいるんですか？いや、ほんとにね、うん、今は僕らが泊まってるゲストハウスの近くに、その、まあ、パッキング工場みたいなのがあって、うん、そこでマキちゃんが働いてると。ちょっとね、そこの話も聞いていきたいと思うんですけども、どうやってそれはゲットしたんですか、仕事。私はパース通信っていう、うん、このウェブサイト、ね、たまたま載ってたのにアクセスしたら返事が来て、うん、今ドニーブルックに住んでるって言ったら、あ、じゃあ明日から来てくださいっていう返事のもらい方です。4月
16日です。仕事はどうですか？楽しいかな。工場だよね。そう言うてね。もう立ち入ってジャ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 っとね、良いをパック、悪いを捨てる。あ、良いをね。良いを、良いを、良いを、良いを。高知県と熊本県。ちょっと入っ、方言がちょっとね、ちょっと入っちゃってるね。入っちゅうね。ゴンゴン出てしまった。ゴンゴンね。ゴンゴン出てしまった。もうパッカーは全部調整。へえ、うん。で、その7時から5時までの間でちゃんと午前のスモコ10分、ランチ1時間、うんうんうん、午後のスモコ10分で、しかもゲストハウスがもう目の前だからね、うん、徒歩10秒ね、ファームだけじゃなくてそれもセカンドカウントされるもんね。カウントされます、うんうん。まあ、これからちょっとドニーブルック自体そのシーズンオフになってしまうので、何月ぐらいかな、また始まるの。私が聞いたのは6、7月が暇で、うんうん、8月からアボカドが始まる。だいたい8月前ぐらいからまた来れば、もしかしたらある、うんうん、あるか、うん、あります。時給は 22.5。 1日8時間ぐらいかな。8時間ぐらいですね、やってます ね、 そうですね。で、週6、週5です。5か、週5が土日休みやんな。そうです、そうです。ということで、ありがとうございます。